めっちゃ暗いです。早く明るい場所に出たいもんだ。いつも明るい、陽気でリア充な僕は、太陽の下じゃないと本領発揮できないもんな。はぁ、てめえ頭湧いてんじゃねえのか。バーナクルか、一応潰しとこう。なんとなく魚肉ソーセージが食べたくなった。あ、そっか。もっと熱くなれよ。あ、この嫌な音は、草まんじゃないか、よるんじゃない、かゆくなっちゃうじゃねえか。え、何が熱持ってるし、かゆいし、海出てんだけど。こいつら結構力あるはずなのに、穴をクルルアで塞げば出てこられないんですね。いやほんと、それ以外の表現が見つからないよね。マジで嫌だ、これ嫌い、キモい、臭い、うざい。結構いろんな表現あったわ。できればゾンビどもを、このバーナクルに食わせたいんだけど、ありがた迷惑というか、アリックスが大体潰してしまうのよな。いや、それはそれでありがたいんだけど。そんでここ、アントライオンが出てくる穴が3つあるんですが、それを全部塞がないと、シャッターが開けられません。開けられない。ってことはないんですが、かなりきついです。
最後の一つを塞ぐためのクルルアは最上階にあります。ちょっとめんどい。いや、今ちょっと忙しんで無理です。なんとかこらえてくれ。よし、これでシャッターが開けれるな。上のシャッターを開けるためには、一定時間ハンドルを回し続けないといけないんですが、その最中に攻撃受けると、また閉まってしまうんですね。だからアントライオンがいない環境を作る必要があるわけです。はい。ただ以前、ある実況者さんが初見プレイで、穴を一つしか塞がない状態で、見事最後まで回しきってましたが、あれは相当運が良くないと無理ですね。僕も真似したけど一回もうまくいかなかったもん。この水は臭いのか？うんこタワマンの下水が流れてんのか？お前ら今日からうんこ禁止だ。なんだそれは。ここは別に相手せずに先に進んじゃえばいいんですが、せっかく出してくれてんだからありがたくいただきましょう。いただきます。ここが鬼門ですね。ここは一回も死なずに抜けたことあったかな。多分ないと思う。結構スキーラッシュが来ます。しかも暗い。You've got to be kidding. I've worked with electricity a time or two, and I'm pretty sure the sparking wire must be connected to a power supply. お決まりのエレベーターが来るまで頑張って耐えるんだじょうって感じの展開になるんですが、それに備えてちょっと準備しておきます。エレベーターの前に回復アイテムと、あと攻撃用の魚肉ソーセージを集めておきましょう。これと、あと回復アイテムを運ぶシーンはカット。
そんで、この部屋の電源入れるとエレベーターが動いて、同時にラッシュが始まります。ケツの穴を閉めていきましょう。これまで追い詰められた。くそ、惜しかったなー。エレベーターが到着したと同時に行ってしまった。アリックスが死んだ？初めて見たよこんなの。アリックスって死ぬんだな。こりゃたまげたよ。よし、ズラカルデオグラさんさらばだモーコン。
限界ですよ。でも本当痛いんで、もう無理です。